ありがとうございます、えー。続けてもう一席お付き合いいただいて、そして、えー、中入り後ゲストの数野さんということになっておりますが、えー、ありがとうございます。今あの全座さん、まめぎくさんといううちの弟弟,弟子菊の,女王の。 一番ででとということでね、えー、菊之丞さんのところは何人かお弟子さんが来たんですけど男の子は誰も続かず豆菊、えー、さんだけが頑張ってるというで今一人なんかまだいるらしいんですけどどうって聞いたら「いや駄目ですね」っつってましたけども <laughs> まあねあのでも夢のようなことでございますねさっきあの女のお子が増えた増えたと言ってましたけど本当私が入った時代はそんな時代が来るなんてことも思ってもみませんでしたが、えー、そうやって女の子は入ってきて ねでまた私は入る時はもうこの世界に入るからにはもう結婚なんか絶対しないで、えー、しちゃったんですけどね何回か <laughs> 何回かはいえー、とでもねそんなことしてたら落語家真打ちにはなれないなんて思ってもう肩一生懸命こわばらして肩意一張って頑張ってたんですが今はもうなおあのちゃんと結婚して子供も育てながらという話家さんもいますしねいややっぱそういうこう世の中のその仕組みというかあともっとこう広い心い で自分自身が広い心で、ね、突っ張らないでできるといいんだろうなぁなんてことも思いますねまたあのそのそ、えー、この間までコマロックさんが前座さんで、えー、やってくれておりまして無事に2つ目に昇進をこの間ねお披露目させていただきましてそして、えー、バトンタッチということでできればこういう私の自分の回は同じ前座さんを毎回出てもらって2つ目に昇進していくとこまで皆さんに応援していただく。でその後も追追っっかかけけけていただければねおた追っかけて ていただきたいと思うんですが、で、まあマメイクちゃんに次回その次回ももう予約を入れましたんで出てもらうことになっております。実はこの門ンテ、えー、百屋話今日で25夜なんでございますけどもね、あと75夜頑張りましょう。はい、ね。<laughs> <laughs> えー、お客様が倒れるか私が倒れるかというようなところでございますけどもこのおこの百屋話になってからこちらのここでね始まってるんですけどもこの門天というところはですね、えー、門中天井ホールというのが、えー、門前仲町にございましたでそこで、えー、私二つ目時代からあの支配人の黒崎さんにお世話になりましてあの頃はですね2ヶ月に1回ですね平成4年から。 2つ目でまだ菊野という名前の時に2ヶ月に一回勉強会をさせてもらっておりましてでその時の1回目からなんと調べてみたら16回目までその菊野城が前座さんでずっとやってくれてたんですなんか私よりなんかこういいネタをやってた意見たらちゃんとしてるななんてさすがだななんて思ったりするんですがねそれで結局その天井ホールはうーんと私は真打ちになるんでそでそこでなんかこう少しこう。 数が減っって終わったので、だから16回というのはすごいことですね2つ目昇進の会もそこの門店でやあの菊之丞昇進の会もしましてでうちの師匠にゲストで来てもらったりなんかしましたんでねその、えー、菊之丞のお弟子さんの、えー、豆菊さんがここでずっと前座をやってくれるってこれもすごいなご縁だななんてことを感じるわけでございます。 またねそのこの回もですね毎回ね結構ね大変な「ああ今日は何人だろうお客様何人だろう」とも心配するわけですよ。でまたここのいいのはね椅子の数が調整でできるんですねもういつもギリギリに置いとくというそうすると満杯っていう感じに見えるのでねよろしいんですけれどもでもねどうしよう大丈夫かな大丈夫かなと思うと思わぬと,ところでこういらしてくださったりとチケットを買ってくださったりっていうんでご縁に助けられるわけですね。 やっぱここののご縁とといいはありがたいことだと思います最近は支援も欲しいと思っておりますけどね5-1 <laughs> ですからね支援の方が楽かななんてことも思うわけでございますけれども。